斉田社長お願いしますはい、斉、はい、田ですえ、聞こえますでしょうかはい聞こえております、はい、えー、皆さんこんにちはこんにちは、えー、本日は株式会社斉田 UMS へお越しくださいまして誠にありがとうございますえー、本日案内をさせていただきます斉田と申しますよろしくお願いいたしますそれではまずはじめにですねパワーポイントを使ってですね簡単に会社の概要を説明させていただきたいと思いますのでまず画面を共有させていただきますはいそれでは紹介させていただきます まずはじめに簡単にはございますが、私の紹介をさせていただきます。私、埼田沙織と申します名前が。年齢が36歳になります。2つだけご紹介させていただきますと、1つはですね、大学時代ですね、10年間大学におりまして、こちらでロボットの研究をやってきたというのが私のバックグラウンドになります。それからですね、12歳の頃から吹奏楽部でサックスという楽器をずっと続けておりまして、 今でもですね20年間以上ですねずっと演奏を週末は楽しんでいると、まあ、そんなようなところが私の趣味になっております。はい、それでは早速、会社の概要を説明させていただきたいと思います。弊社、ですね主な営業項目、一番メインとなるものは精密工作機械になります。この工作機械とは、世の中にあるありとあらゆる製品、 例えば小さなものですとスマホや電化製品、大きいものですと自動車や飛行機まで、えー、そういうような部品、えー、構成しているものがさまざまな精密な部品になるんですけれども、それらの材料をですね、えー、削ったり、穴を開けたりして、そういう部品を作り出す加工機械のことを工作機械と言います。す、え、べ、ー、ての機械は、えー、っとそれらの部品はですね、工作機械を通じて作られるため、工作機械は機械を作る機械、マザーマシーンと言われます。 えー、まさにこれがですね、弊社が1ミリが1ミリであることを生み出す工場というような、そんなようなイメージになるかと思います。続いて、設備の紹介させていただきます、えー。上からの上空の写真がこれになるんですけども、今、我々がいるのがここになります。えー、今日はですね、ここから、えー、この真ん中の事務所に向かって歩いていきたいと思います。今、我々がいるのが、機械加工と自社製品の組み立てを行う工場。そして、えー、この一番左にある精密工作機械組み立ての現場に関しては、VTR でご紹介させていただきます。 弊社事業としては大きく分けて2つございまして、1つが OEM 事業といいまして、お客様が開発、設計した機械の製造を受託しまして行います。そして自社製品事業がもう1つになりまして、こちらは自社で企画、構想、開発、設計した機械の製造と販売になります。また、数字で見ていきますと、弊社創業が1921年で、今年ちょうど100周年となります。社員数は正社員が33名。 非正規も含めまますすと全体で50名になります女性比率は12%ですけども10月にですね新たに1人のメンバー女性メンバーが増えましてこれからも女性のメンバー増えていくといったことを目指しております年間休日は115日完全週休2日制で土日が休みになっており連休としてはお盆と正月そしてゴールデンウィークになります えそして今日お伝えしたいことの一つなんですけども、えー、弊社の強みとは何でしょうかというところになるんですが、弊社、ミッションといたしまして、日々果たすべき使命を以下のように掲げております。えー、サイダーズクオリティデザイン、ものづくりのプロ集団として、一人一人が思う嬉しいをその手で形にというふうに言います。この嬉しいとその手というのがキーワードになるんですけども、弊社ではこの嬉しいを4つに定義しております。1つがお客様の嬉しい。 そして2つ目が世の中の嬉しい。3つ目がスタッフ、仲間の嬉しい。そして地域社会の嬉しいとなります。これら4つの嬉しいをサイドスクオリティ品質であるというふうに考え、それをその手で実現することをデザインというふうに考えております。したがって弊社の強みは、そ,のそれぞれの社員が手で生み出すまる以上の価値というふうに言いまして、今日はこの4つの価値について、工場を見学しながら皆様にお伝えしたいと思います。 1>, 1つはデザインかけるものづくり、2つ目がお客様、そして育成・地域貢献、そして一緒に働くスタッフの計4つとなります。それでは実際に工場の方を見ていきたいと思いますので、こちらで1回画面共有、終了させていただきますはいそれではまず1つ目の価値がこちらになりりますデザインかけるもののづくり、えー、想像以上の価値となります。 デザインかけるものづくりとコラボというのはですね今ではそんなに珍しいものじゃないんじゃないのって思われる方もいるかもしれませんけれども弊社ではこのようなデザイナーとのコラボの取り組みを30年間やっております。こちらの後ろにあるこの機械がですね自社製品の普通旋盤ベルセックネオというものになります。弊社では工作機械の製造に長く携わっておりますので 高い精度が要求される製品を製造することができるということはもちろんなんですけども、それに加えまして特徴的な部分はなんといってもこのデザインとなります。えー、見た目がきれいなだけではなく、ですね作業者が操作しやすい、例えばここが握りやすいとかですね、このように操作しやすいデザインになっていたり、ですねこの操作パネルはユーザビリティを考慮しておりまして、どこをどう触ったらいいかとか、持つときに持ちやすいとか。 色も分かりやすいとかですねいろんなことが配慮されていてあのすぐに覚えられるといったそんなような、えー、趣向を凝らしております。これではですね、えー、初心者の方でも半日も触れば覚えられるというようなシンプルな構造になっております。この旋盤という機械はですね非常に古くから使用されておりましてその基本構造や外観というものは40年以上変わっておりません。したがってこのようなデザインの旋盤というものは、えー、世の中にはございません。 世界にここだけの普通旋盤となっております。あとで弊社でも現役で活躍している従来タイプの旋盤というものをご紹介いたしますけども、この旋盤とどのように違うのかというのをぜひ見比べてみていただきたいと思います。そして2つ目にご紹介したいのがこの作業着になります。この作業着もですね、あのその同じデザイナーさんと一緒に作らせてもらったものになります。弊社ではこの作業着を その製品だけではなくこの作業用を着ている作業品も企業価値を持っているものだというふうに考えておりまして企業ブランディングの一環として取り組んでおりますそして先ほど冒頭で紹介させていただきましたこのサイダーはおもろいというパネルこれちょっと結構あの何なのかなと思うかもしれませんけどこれ実は実物はですね横が2.5メートル縦が1.8メートルある大きな広告看板になっておりましてこれは30年前から15年間 八重洲駅のホームに掲げられていた看板になります。で、この看板はですね、当時デザイナーが初めて弊社を置たときにですね、普通の鉄工所とは違う、何か面白いことに挑戦している会社だなと感じたということで、最大はおもろいというフレーズを思いついたそうです。この看板のインパクトはとても大きくてですね、撤去をした15年間経つんですが、今でもですね、このお話をすると、 あ覚えてる覚えてると言ってくださる方が数多くいらっしゃるほどで、まあ、古くからこのデザインとものづくりの融合に取り組んできた弊社の歴史を感じていただければと思っております。はい、それではちょっと職場の方を見ていきたいと思いますので移動してみたいと思います。 はい。えー、こちらがですね、機械加工の職場になります。じゃあ、もちろんこちらに移動していきたいと思います。 はいえー、こちらがですね、先ほど紹介させていただきました、従来タイプの普通旋盤というものになります。えー、ご覧いただいて分かるとおりですね、えー、非常にレトロなデザインになっているんですけども、えー、どうでしょうかね、これをご覧いただいて、特にここの操作パネルのところは、あのまあ、見ていただくとあの、違いがよく分かるんじゃないかなというふうに思います。えー、機械のことととがです、ね、よくくからなくてもです、ね、あのベルセックという旋盤と 従来のものとかですね、違いがあるっていうのは、なんとなくこう実感していただけるんじゃないかなというふうに思います。こちらの操作パネルなんかは、だいぶイメージが違うんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは続いて、えー、移動していきたいと思います。 こちらがですね今比較的大きなものを加工している機械加工職場になりますこちらの機械がですね門型の5面加工機といいまして文字通り門の形をしていて5面下の面以外の5個の面を加工することができる機械ということで5面加工機というふうに言っています。今はですね一通りの加工が終わってですね機上で計測をしているといったそういうような状況になっています。 えー、機械加工を行うにはですねまず初めにお客様から図面というものをいただきますでその図面を見てですね、えー、これがどのような機械を使ってどういう工程で加工したらいいかというのを考えますそしてその要求される精度っていうものは1ミリの千分の1のミクロンという非常に小さな単位での精度を要求されますそうしたがってこの工場の気温であるとか湿度または今あの この置いてあるところにあのこう機械を固定するんですけれども、その固定具による変形だとか、または刃物と刃物の金属があの当たることによって、熱が発生したその熱による膨張だとか、ですねありとあらゆることを考慮して実は加工しなければいけないという難しさがあります。したがいましてこ、この加工っていうのも、ですねごく非常に考えてやる仕事というような特徴が挙げられると思いいます、はい、それではまた移動してみたいと思います。 こちらも今同様に右の方から加工をしている様子をご覧いただけるかなというふうに思います。こちら。こうサイズというのもこうご覧いただくと、なんとなくこうサイズ感というのがわかるかなと思うんですけど、このような大きなサイズのものを加工しております。 まあこの両サイドでも、えー、操作パネルでプログラム等を入力しながら、えー、機械を操作して加工している様子が分かったと思います。あと、まあ、こちらの様子が伺えるかと思います。はい、こちらでも加工しておます。はい、それでは続きまして。 二つ目の価値をご紹介したいと思います。お客様、要求以上の価値となります。今ですね、こちら事務所の方では、打ち合わせの方をしております。これですね、机の上にはですね、お客様からいただいた図面というものがあります。そこに営業、製造、設計の三つの部門の担当者が打ち合わせをしております。お客様から要求される価値というものは、 この図面の通りにものを作るそして価格とか納期を実現するということになるんですがその要求を実現するための技術力というものはもちろん重要でありますしかし弊社の強みはそれだけではありません営業からはお客様の要望製造設計からはどのような方法で加工すれば品質納期金額を実現できるかという視点で検討をしていますさらにこの製品がどのように使われ方をするかその先までを考えて 最適な方法は何かといいうのを検討していきます例えばですね、場合によっては我々からここはこの通り作って大丈夫ですかという事前確認を行ったり、えー、ここはこのようにした方がいいんじゃないですかというような提案を行ったりということを行います。従って図面通りに制作するだけではなくてですね、その後工程も考えて何がお客様にとって嬉しいのかということを社員一人一人が考えます。えー、それをですね、えー、営業窓口である、えー、その営業の担当の人間だけではなくてですね、 現場の人間も皆が無意識に実践できるまあそれが我が社の社会であり最大の強みであるというふうに考えておりますそれでは続いて機械組み立て職場の方を VTR でご紹介したいと思いますのでそちらをご覧くださいどうぞそれでは工作機械の組み立て職場をご覧いただきたいと思います自動で加工を行う工作機械になります こちらの工程では、加工された部品の組み立て、電気配線、機械の試運転や調整と、完成品までの全ての製造を行っております。弊社では、大小様々な機種の製造を行っております。昨今、時代の流れとともに、海外の工場に製造が移管される機種もございますが、弊社が製造させていただいている機種は、 その中でも、より高い精度や高い機能が要求される上位機種や、フラグシップモデルと言われる最上位機種の製造をさせていただいております。これらの工作機械は、高精度な加工が必要な会社様にで使用されるものになります。そのため、機械を組み立てる際には、さらに高い精度が要求され、それを実現するためには高い技量を必要とします。 弊社ではこれら NC 旋盤の製造を40年以上にわたり取り組みさせていただいておりその技術を継承しておりますはい、えー、それでは続いて事務所の方をご紹介したいと思います、えー、先ほど工場の内部とは打って変わって全体的にガラス張りでモダンな雰囲気があるということをご覧いただけるかなというふうに思いますこの1階がですね、あの事務所とロビーというふうになっております それから2階のここのところが食堂というふうになっていて、3階が会議室や設計とか開発とかを行うような部署になっております。ちょっと中を見ていきたいと思いますので、こちら、はい、こちらがです、ねえー、事務所になっております。ちょっとこちら側から見ていただくと、ちょっと、まあ、人がいる様子がわかるかなと思うんですけども。 このように事務所続いてじゃあロビーの方を少しあの入っていきたいと思います。ちょっと止めますえっとですね、まあ、ロビーも非常にこう明るい雰囲気になってるんですけども、まずですね、これがですね、 先ほどからあのデザイナーというのが出てきておりますけども、ベルセックを作ったデザイナーさんのですねこの事務所ができたときに作っていただいたモニュメントになっております。まあ、この話をですねするとですねこれ30分以上かかってしまいますので、これはぜひまた工場見学に来られたときにです、ね、ご紹介させていただきたいと思います。それからちょっとまあせっかくなので紹介したいのはこちらなんですが、これですね、2011年、今年の4月にですね新潟県の三条市の三条私立大学と。 いうところででがししましたでその時に合わせてですね弊社のこのこベルセックをですね9台納入ししていたただきましたで弊社もですねやはりこのデザインを若い方に使っていただきたいと思いがあってですね今回このアカデミック系の,あのところで採用していただいた初めての事例となりまして非常に嬉しいトピックスとなっていますのでぜひご紹介させていただきましたはいそれでこちらロビーになるんですけども、まあ、今非常に <laughs> 華やかな状態になっております ご覧いただいた通おり、まあ、多くの花とかね、ランがこういうふうに飾っていただいておるんですけども、えー、ここでですね、えー、3つ目の価値をご紹介したいと思います。それがこちら、えー、地域社会、えー、期待以上の価値となります。えー、今でですすねねここののご覧いただいたただ通りです、ねこの蘭の 数をね見ていただくと、ですねやっぱり弊社が100年間で、えー、いろんな会社様とお付き合いさせていただいて、えー、獲得した信頼とかですね、そういうものを証明しているんじゃないかなというふうに思います。えー、我々もこれをですね恥じないようにこれからも頑張っていきたいなというようなそんな思いがありますので、まあ、ぜひ今日はいいタイミングだったものですから、これ、ご紹介させていただきました。そしてですね、もう一つその、その地域社会貢献という意味で言えば、ですね重要なのが、人の育成という部分になります。こちらちらょっとご覧いいたただきたいんですけども えー、今ここにですね、まあ、技能士、技能士っていう言葉が書いてあると思います。そして1級とか2級とか書いてありますね。で、ここに至っては特級っていう言葉があります。で、この仕上げとかですね、えー、ちょっと見にくいですけども、こちらへ行くと機械加工とか、まあ、こういうものがあります。で、これはですね、何かと言いますと、まあ、技能検定というものがあるんですけども、まあ、技能検定というものはですね、 働く上で身につけるまたは必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度となっておりますいそなりますのでまあ、弊社ではベテラン社員からですね、えー、若手社員に至るまで、えー、技能をですね脈々と継承していき 成長してきた社員というものは、またこういう検定試験を受けて、ですね合格検定を取ることによって、我々の技能をお客様にまた示していって、それを信頼として獲得していくと、まあ、こういうようなことを繰り返して、社員を教育していくといったところになります。それでは最後ですけども、最後に4つ目、はい、こちらですね、スタッフ、要望以上の価値ということになります。 えー、もちろん、ですね仕事をする上で1人で仕事はしませんので、みんなで協力して仕事をしていくことになります。そしてあ同時に、ですね、あのー、社員というものはみんな最初は初心者で、まあ、分からないところから一歩一歩成長していくというところになりますので、そこの教育は先ほど言った通り、すごく重要なことになります。そこで,今日はですねちょっと若手の社員の人にちょっとあのインタビューをしてみたいと思いますので。うん、思いますここんにちはこんににちちはは はいえっとじゃあまずはじめにですね、えー、名前と、えー、在籍年数と、えー、所属を教えてください、えー、機械グループに4年在籍しています松本啓太郎ですはい松本君よろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとそしたらですねまずはじめに松本君の普段どういう業務をやっているか教えてください普段は大型マシニングセンターで、えー、大型の精密機械の部品を主に作っていますはい えっと先ほどあのご覧いただいた門型という大きなものをですね扱うところで今機械加工の方を進めていただいています。松本君、じゃあまたまたあの仕事をする上でですねやりがいを感じたり達成感を感じたりすることってどういううい時でしょうかそうですね門型マシングセンターは大型で複雑な部品を主に作るんですがそういった複雑なものを立ち上げてうまくいった時にお客様や先輩社員の方々に評価していただいた時が。 松本君の扱っているものはとても大きなものになりますので、あの一つ一つ価値が大きいものですから、やはりそのリスクも大きいですし、なので、あの達成できたときね、その価値もすごく、ね、皆さんから評価してもらっているところだと思います。さあ最後後のの質問なんですけども、あのまあ、今後の目標とかあれば教えてください。え マシングセンターの技能検定の方も受けてスキルアップをしていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。そうですね。あの先ほど紹介した技能検定、あの彼も一つ合格してねこれからどん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 またあの次のねステップに上がっていくんじゃないかと思って私も期待しております。はい、小澤と君ありがとうございました。したそれではあのもう一度外の方に行きたいと思います。 えとそれで,はですね最後にもう一回ちょっとまとめというか少しお話しさせていただきますけれども、まあ、弊社、えー、本日お伝えしたかったことをこのようなことになっております、えー。うちの強みとしてはですね、100周年の技術力であるとか、えー、お客様の嬉しいを実現することを無意識に実践できる企業文化とか、まあ、デザインかけるものづくりのクリエイティブな発想となっております。またですね、あのホームページやツイッター、Twitter、やインスタグラム a m、えー、YouTube 等で、 情報を発信しております特にツイッターとインスタグラムに関してはあの週に3回ほど写真アップしておりますのでもし興味を持っていただけたらまたご覧いただきたいと思います。はい、えー、以上で株式会社、斉田 UMS の紹介を終了させていただきます、えー。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。あっ、斉田社長。<laughs> ありがとうございます。 社長、ありがとうございました、えー。とてもですね、創業100周年ということでもっとすごくこう伝統的な会社なのかなというふうに思ってたんですけどもすごく、なんていうんですかねその逆というかデザインも凝っていてそしてこう何だろう近代的なイメージの、えーまあ、建物ですごくアカデミックだなっていうのを印象に持ちました。 えー、学生の皆さんどうだったですかね。えー、今質問を受け付けておりますのでよろしければ、えー、チャット欄に質問を投げかけてくださいお願いします。サイダ社長様どうでしょうかね。まだつながっていらっしゃいますかね。聞こえますでしょう。うあはい。まずはあの社長様あの百周年おめでとうございます。あありがとうございます。<laughs> あの本当にあのねすごい長い歴史。 なんだけれども、さらにその上をいって、こうアカデミックなあ印象も受けまして、なんかすごくえ進化し続けてるなっていうのを感じました。そうですね。あのここで紹介紹介できなかったものも含めて、いろんなことにあの挑戦してきた歴史はありますね。うん、はい。え、ね、そしてあの祭壇はおもろいの感が、うん、私はあの取材をあのした時には。 あまりこう覚えてなかったんですけど、今日、はい、そういえば八一駅にあったっていうのをすごく鮮明に思い出しまして、ああそこだと思 <laughs> っております、はい。はい、ありがとうございます。あの本当にそう言っていただける方が結構多くてですね、我々もびっくりしているところです、ねうんはい、あのそれこそあの社長になられてから、はい、それこそこう、えー、まあ若いね。 2> 第二子バトンタッチという形になるかと思うんですけれども、まあ、どんなところをこれからこう工夫していくというか。えー、されていく将来像みたいなのありますか。そうですね。あの弊社はやっぱりアナログなんですね。基本的には手で価値を生み出す。なので、そういう中で、あのより本業に集中できる環境を。 構築すするといいいううのがやっぱり大事かなというふうに考えていますでそのためには今まで使ってこなかったですねデジタル技術だとか今でいうと IoTDX というとそういうところをですね、まあ、私もロボットが専門なものですからそういうところを活用してより従業員が本業に集中できる環境を構築していきたいなと思っております素晴らしいですよねこうなんその力を 他の部分は削って、そこは効率化してで、うん、え大事な部分にちゃんと力と、まあ、お金と時間とっていうのを注ぐという考えですね。はい。はい、ありがとうございます。あ、あとですね、ちょっとあの、これ学生も気になったんじゃないかなということで、すごくこう、簡単なというか、あの私自身がちょっと気になってる質問していいですか。はい、はい。えっ、ー、と、サイダ UMS ということで、うん、そこの英語の頭文字。 はどんな意味がありますか。はい、そうですね。はい。あのこの U. M. S. というのは。ユニバーサルマークとアンドマシンシステムズの頭文字になっています。でこれユニバーサルっていうのは、まあ。世界っていうものを目指していきましょうと。でマークっていうのは、あのマークされる。注目される、世界から注目される。そういうマシンシステムズを作る会社でなりたいなと。 ということで、より世界を意識してそういうようなあの名前をつけさせていただいております。ありがとうございます。なんか本当にあの見てると日本そしてこう世界に羽ばたくぞっていうのはすごくこう感じられてきます。ますます頑張っていただければと思います。ありがとうございました。はい、はい。ありがとうございました。えっとこちらではすいませんえっ、ー、と会社見学 とかっていうのは随時受付はされてるということでよろしいですかそうですねあの、個別に対応させていただいておりますので、はいあの、お気軽にお問い合わせいただければと思います。わ、はい、かりました。SNS もねあのこう、ちゃんと頻繁に更新されているということになりますので、うん、ぜひ皆さん、えー、そちらの方もチェックをしてみてください、はい、はいいいいいははははううう今日ああ、はい、ありり、はい、りがががとととごごござざざまままししたたす、はい。 えー、株式会社サイダ UMS のサイダ社長でございました。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。